今回ご紹介するのは、ミドーの自動巻き時計、マルチフォートです。ロレックスのバブルバッグと並び、自動巻き腕時計の先駆けとなり、時計業界の発展に大きく貢献したミドーを代表するコレクション。胎児、防水、耐衝撃に強いことや、デザイン性の高さから長年にわたって愛され続けているシリーズです。本品は、スプリングを利用したバンパー式ハーフローター機を搭載したモデルです。キャリバーには、リミテッドの刻印が確認できます。サイズ、ラグ幅は16ミリ、ケース径は約28ミリ、ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで約34ミリ、厚さ約9ミリ、風防含むです。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで出巻きができます。ルーズを引いて回すと時刻調整ができます。ハック秒針停止機能はありません。精度、日差は24時間の実測で60秒前後に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴、文字盤はヘアラインのゴールドカラー、全数字と夜光ハンドの組み合わせ、外周にレールウェイメモリが配された雰囲気の良い風防デザインです。金張りケースは小ぶりのラウンドフォルム。裏蓋は気密性、防水性に優れた SS スクリューバッグです。バンドは16ミリ幅のレザーストラップを装着しています。現行品とは一味違ったアンティークの魅力が詰まった通好みの一品です。ミドー。スイスの老舗ブランド、ミドー。時計職人ジョージ・シャレンによって1918年に誕生しました。自社製クロノグラフの製造など、一貫して機械式時計の名品を作り続けてきた知る人ぞ知る実力派時計メーカーです。コンディション。ダイヤル、文字盤、焼け、シミなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、すれ、小傷、軽いあたりが認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防、すれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感はありますがすぐに装着可能です。尾状はノンマークです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。